こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私、高家の後、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。まもなくね、はい、チャンネル登録が6万に達すると思います。 あでもまあ目標10万でございますからね <laughs>。ちょっと先長いんだけども <laughs> で。でまあ三橋経済塾が、えー、第8期、来月の19日から開講になりますけども、まあこちらの QR コードを見ていただくか、あるいはこちらの URL で検索してください。ということで前回に引き続き、その経済塾でやるようなね、そのまあまあここで話してもいいんだけど、もうちょっとこう幅が広い話をしたくて、うん、国の富、あるいは経済力、 についての続きなんですけど、はい、こうけさんがスーパーマーケットに行きました。そこでお肉を買いました。はい、そのお肉を生産してくれた人は誰でしょうか<え>牛肉でいいでしょう牛肉で。そういう牛、なんていうんですかまあ、あの、畜産業者さんですよ。畜産,畜産業の方ですよと。まあ、それは確かに牛を生産したのは畜産業者ですけど、それが、 コウケさんの手元に届くまで、膨大な人たちが働いてるっていう現実をね、理解していただきたいんです。あの、日本国民はほとんどこういうこと考えないんですが、えー、食肉が我々の手元に届くまでにはと。はい、まず、スーパーマーケットで買います。うん、このスーパーマーケットもちゃんと生産しています。小売サービス。うん、仕入れて、在庫して、管理して、売るっていうサービスを生産してるんです。はい はい。で、このスーパーマーケットに誰が肉を運んだんですかと。それは運送業者ですよね。運送業者ですよね。で、その運送業者が、そのトラ、あの、食肉を仕入れたのは別に畜産業から直で仕入れるわけじゃなくて、食肉加工業の方から仕入れたわけですね。ここで食肉加工サービスが生産されてます。で、そこの食肉の牛っていうのは、これ豚ですけど、畜産業が生産してるんですけど、まあ単純にこう4つの段階経てるんだけど、これじゃ済まないんですよね。 これ運送業者が運送サービスを提供する際に使ったトラックって誰が製造したんですかあるいは生産したんですか自動車。自動車会社ですね。で、そのトラックがですね、走ったのはアスファルトの高速道路とか走りましたと。あ<ー>そのアスファルトの高速道路を作ったのは誰ですかそれは土木建設業ですで、そのアスファルトの原料って原油ですけどね。原油はじゃあ日本で取れませんから、どうやって持ってきたんですかと。船。船。で、中東から持ってきたんでしょうと。 その船を作ったのは誰ですかと。船作る造船業ですよと。でもこれ、これずっと続きがあるんでしょじゃあその造船業が使った資材とかはどっから輸入したんですかとかね。ほら。つながってくる。全部こうですね、つながって、ようやく肉が手元に来るんですよ、と。<ー>こういうですね、現実をぜひ理解していただきたいんですよね。で、これを知るとね、自分が肉、お金払ってお肉を買ってで、そのお肉が非常に貴重なものに思えるはずです。うん なぜかというと実際貴重だから。うん、これどっか一箇所でも壊れたら来ないですよ。新鮮な肉は少なくとも。はい、もちろん畜産業の方々が倒産しちゃって肉の生産できませんって言ったらもうアウトだけど、え例えば運送業がありませんじゃあ。あの、電車で買いに行かなくちゃいけないですね。あの、食肉加工業まで肉を。<laughs> スーパーマーケットには来ないよね。<laughs> スーパーマーケットには来ないですよね。あるいは、えー、運送業者が使っているトラックの製造ができません。 第八グルで運ぶんで、夏は腐るでしょうね、普通にね。<laughs> <laughs> はい。とかですね <laughs>。まあそういう形で、このべてのこの産業がちゃんと物やサービスを生産できないと我々の手元にお肉は来ないんですよーっていう現実をね、理解したら、他のその、まあ生産者、まあほとんど国民ですけど、他の国民の方々への感謝の気持ちっていうのが湧いてくると思うんですよね、うん。これが必要だと思うんです、うん。ええ。まあ、ぶっちゃけって言いますけど、 ま、我々がここでお話してるのって、まあ、虚業ですよね。虚 <laughs>、ね、業。業。あの、虚しい職業っていう意味ですけどもね。はい。だってなくたって別に困んないでしょって話なんだけど、ま、こんなこと言ったらスポンサーに怒られますけども。はい。でもこう、食肉加工業とか土木業とかの道路作成とか運送業とかね、こういう本当に実体経済でみんなの生活の基盤になってるような方々がですよ。いなくなっちゃったら、これはどうにもなんないでしょうね。う私たちがど、どれだけここでね、 立派な弁論とか正論とかですね、コンテンツを製造したところで意味がなくなっちゃう。うん、だからこういう現場で働いている方々を大事にするような国に戻るべきだとわが私は思ってるわけなんですよ。具体的にはですね、例えば介護。そしたら、高家さん介護業に興味ないですか あ、私なんか昔ホームヘルパーっていう資格取ったっ取ったでしょう。はい。で、あの今資格持ってんだけど、介護業で働いてない人が大量にいるでしょう。うん50万人いるんですけどね。そうなんですか。はい、多分、コーケさんは介護業の資格取ってると思ったから聞いたんです,ですあ、打ち合わせしてないですよ。内緒内緒。内緒内緒。あ <laughs>、言<ー> <laughs> うと怒られるから内緒なんですけど。まあ、それはともかくとして、 その、例えば、介護で、現場で働いて、で、お年寄りの面倒を見てる人たち、今は給料どのぐらいですか月額で。20万ぐらい。いってる何ですかでしょういやそうですよだって、業界平均と、産業平均と比べて、男性がマイナス8万円ぐらいですか<ー>女性がマイナス3万円<ー>、はい。貧困化してますよね。まあ、貧困化してるからみんな資格持ってるんだけど、働かないとこう逃げちゃうんですけどね。 でもね。ん,ん皆さんよりマイナスってことですかああ、産業平均と比べてマイナス。ええ<ー>。これおかしいでしょうと。そんなに高齢者の面倒を見るってサービスは、価値がないんですか話になっちゃうでしょ、うん、これは、だか二つ理由があって、一つは政府が、例の緊縮財政で、介護報酬を絞ってますから。うん、日本は、少子高齢化で高齢者増えてるんだから、介護報酬増やすってお金使えばいいんだけど、やらない。うん、これが1点目の問題。2つ目やっぱり生産性が低い。うん、これどういうことかというと、 家庭で自分のおじいちゃんおばあちゃんを面倒見るような、その延長線上で介護っていう業界があるように思います。どうでしょうかね資格取られた方として。あのね、もちろんですよ。別にあの、高齢者を邪険に扱いた話じゃなくて、でも家族と同じような密接な、まあコミュニケーションはともかくね。でもお世話はね、体壊しますからね、普通に。はい、できないですよ。だからそういう部分ある程度機械とかを導入して、で、生産性高く、 介護サービスを生産すると。いうことをやってって、例えば介護業で、あの、例えばまあ新人の女の子が入りましたと。まあ、何歳くらいから入るのかな大学卒業したらすぐ入るのかなそしたら、例えば、えー、給料が月額50万円です。で、上がってきますと、うん、上がってきますとそれだけ価値のある仕事でしょうとしかも生産性高いと。生産性高いと。と、うん、いうことになったら、私ね、介護業で働いてる女の子とかが家建てられると思うんですよ。うん、ローン組めるから、ちゃんと。うん、それが理想の あの、三つ足の日本ですね。別 <laughs> にみんなの理想がバラバラでいいんだけど、私はそういう国であるべきだと思う。うん、あるいはタクシーの運ん,んですね。今タクシーって給料下がりすぎちゃってるから、まあ東京はそんなことないけど、地方って年金受給者が掛け持ちでやってるケースがほとんど。要は暮らせないんですよ、タクシーが。だから年金もらえつつ一本でもいいんです。でもそうじゃなくて、タクシーの運転手やってるだけで、それで家建てられると。と、うん、こういう国であるべきでしょ、と。 で、それは人手不足プラス生産性向上っていうのがセットにならないと、絶対そういう国にならないんだけど、昔はそうだったんですよ。ういつぐらいまで,であのね、バブル崩壊まで。例えばこれ。はい。運送業とかでですよ。その、本気で働けば、バブルの頃って、月額100万円の給料 OK だったへー。月額100万円。まあ、あの、体壊す寸前ぐらいまで働けばってことなんだけど。でもね、あれがセーフティーネットになってて、 要は、バブルの時って、みんなめちゃめちゃ投機とかやって、結構潰れる会社は潰れて、倒産ですと。で、えー、もう、何でしょう、なり場失っちゃったって人結構出たんですよね。これで働くんです。あ<ー>そしたらもうあ、給料が高いから、借金は返せるし、家族養えるしって形のセーフティーネットになってたんです。ちなみに、えー、昨今、あの、生活保護の金額、いくらぐらいですか ?17 万円ぐらい ?17 万円わからない。<laughs> もらったことないから。わからないんだけど、それが高い安いっていうふうに揉めててね。 で、最低時給で日本で国内で働くよりももらってるじゃねえかと。まあ、それは事実なんですよ、実は。うん、数字見ると。はい。で、そのなんか、まあみんなルサンチマンこう煽られて、で、生活保護受給者はとかやってんだけど、あの、バブルの頃はそんな話全くなかったしよ。えー、だって働、えー働、働けば、働けば、働けば、いくらでも稼げるのも。うん、別に生活保護いくらもらってるか誰も気にしなかった。うん、ところがその後デフレになって、みんな貧乏になっていくと、そういうのが目立ってくるわけですよ。うん だからそうすると、なんか生活保護受給者がなんかはあの悪の権語みたいに言われて、攻撃して、反論が来てでこれ国民同士が揉めるわけ。これ良くないなと。良くないなと思うんですね。というわけでございまして、まあ結論はみんながこう豊かになっていくような。特に現場で働く人が、体使って働く人が豊かになって、家族養って、家建てて、車買ってっていう日本に戻すべきじゃないかなと思ってる。そのためにはまず自分が食べている肉。 これが手元に届くまでに、これだけ膨大な、これだけじ済まないけど、こんないろんな人が働いてくれてるんですよっていう、こう、感謝の気持ちをね、思い出すべきだと思うんですよ。どうでしょうかねこれ、この考え方って、なんか、あの、ま、多分、マスコミ的には古いんですよね。古いってことになっちゃうんだけど、いや、そんなこと言ったらお前らだって、それをみんなが働いてくれたおかげで見つけてんじゃねえかって話なんですよね。こういう、他の人が生産してくれたものによって自分たちが生きているっていう感覚を取り戻すのが、えっと、前のですね、 前使いましたけど、これ。これ横軸のナショナリズム。はい、これの基本じゃないかなと。考えてるんです。というようなことをですね、これ、まあ経済塾とかでもやっていくわけですよね。こんな話する人いないでしょ、多分。ない19日。19日何です参加したんです <laughs> ?1 月19日。でも、第1回目ですからね、うん、1> 第1回目はい。でも、言われてみたら当たり前でしょ、と。で、もう一つね、例えば、まあ日本だと公務員叩きする人多いんだけど、たぶん警察官とか、 消防官の方々って、あれサービス業だって知ってましたあー、なんか守るサービスってことですかえ、それはどっちかというと自衛隊ですね。<laughs> <laughs> 自衛隊は国家を守るサービスを生産してますけど、うん、まあ警察はまあ治安の維持ですね。維持サービス、はい。治安の維持サービスであって、あるいは消防。消防はもちろん火事の鎮火サービスですね。あるいは救急サービスですね。うんはい、そういうサービスを生産してらしあのいらっしゃるんですよ。あの方々。 だから、その人たちの給料を我々税金から、あの、支払ってるんですよね。で、例えばですよ。その、警察がない世界っていうのを想像してみてください。一応実現できるんですけど。えぇ、なんか、え、どうなんだろう。犯罪にまみれちゃう。もちろんそうでしょ。でも、その自分と自分の家族を守るために、あの、警備保障サービスとかを消費するはずなんですよ。そっか。はい。要は、警備士さんがいればいいんでしょ、と。<ー>銃持ったと。 で、かつ、まあアメリカとか、まあ日本以外どこでもあるんだけど、ゲイティとコミュニティ、壁に囲まれた安全な社会ですね。うん、その中でお金持ちの人たちは暮らして、そこの入り口の門のところには銃を持った警察官、警察官じゃないのごめん、警備サービスの人が常駐してると。で、うろんのやつが入ってくるとしたら撃っちゃう。これは実現できたじゃん、警察なしでと。えー、でそういう社会に員会と。でも他の国には山ほどありますから、こういうのが。そうな、うん、あるいは、火事。 火事が起きた時に、我々は119番に電話したら、消防がやってきて、鎮火してくれますけど、アメリカの一部の州とか地域では、あれ優勝。はい。こう。うん、お金まあ、お金払うのはいいんだけどね。別に我々だって税金で負担してるんだから。そうじゃなくて、個別に各家庭が消防サービスと契約して、で、ちゃんと毎月フィーを払いなさい。確か7000円とかだったかな。年間に、はい。で、それを払ってる人のところには、消防車が行きます。 払ってない人のところには行きません。え、燃えてるんだけどどうするんだと。あの、どうにもなりませんと。とで、まあ、火事って炎症するじゃないですか。はい。で、お隣に移っちゃいましたと。お隣は消防サービスに入ってた。そしたら来るんですよ。あ<ー>こっちはあの消さない。そう。そんなにはっきりしてない。はっきりしてます。はっきりします。うんはい、はい。というような死があるんですよ実際アメリカに。うん。はい、でそういう国でいいんですかね、と。いうことで、これですね。はい。でも、今の日本の、 その、まあ、アメリ、あの、安倍政権のグローバリズムっていうのは、そっちの方向を目指してるな、と。うん、だから食料についてもね、まあ、ご飯についてもですけど、うん、その、まあ、だんだん安全基準を緩めていってます、日本は明らかに。でも、例えば、あの、低所得層とか、中間層が安全じゃないかもしれない食べ物しか食べられない、手に入らないと。さっきのこれでね、今はちゃんと、ええー、 日本の畜産業の方々とかちゃんとした肉を生産してくれてるとかね。あるいは穀物も生産されてますけど、まあ、ここがだんだん弱っていってですよ。それで外国に頼るようになっちゃった。で、どこで作ってるのかよくわかんない。そういうものを我々食べさせられるようになっちゃったと。うん、一応、だからこう、届くは届くんだけど、品質が相当悪いと。まあ安いと思うけどね。安い悪いと。いう状況になった。としても、しても、お金持ちは自分のために安全な食品を手に入れるルートを作るんですよ。ちゃんと。うん だから中国なんかそうですから、ね、実際、うん。中国共産党官僚専用の農場っていうのがあるぐらいですから。そういう国になっちゃいますでしょという話なので、ちゃんと経済とか、まあこの、まあこれ私バリューチェーンの連鎖って呼んでますけど、この連鎖とか、さらには国の富について理解しなくちゃいけないんですが、国の富ってじゃあ何なのかと。ずっともったいぶってましたけど。統計的に国の富ってちゃんとあるんです。うん、国富って言うんですけど。 これ GDP 統計です。で、これ細かく説明します。それこそ経済塾入って <laughs>、細かく話すと、これだけで2時間かかっちゃうんで <laughs>。で、あの、これは所得の統計です。GDP っていうのは。はい、でももうね、資産の統計っていうのがあるんですね。資産の統計。で、これ内閣府にちゃんとありますよ。普通に載ってます。で、この3つ、実はこの国府っていうのがありまして、1つが生産資産。2つ目、非生産資産。3つ目、対外純資産。え、これはだからその、 せ日本のお金持ち度ですね。対外純資産っていうのは。まあ、これ経常収支の積み,積み重ねなんだけど、まあ、ちょっとこれ省略しますけど。一番重要なのはここなんですね。生産資産。という国府、国の富、なんです。だから、これ私ね、国の富はお金じゃありませんって言ってたけど、まあ、これ、これお金だけど、ほとんどお金じゃないんですよね、これ。それは、い麗事言ってるわけじゃないんです。統計でそうなってるんです。<ー>はい。国の富はお金じゃないんです。 生産資産と、非生産資産と、あと、ちょっとま、これはお金だけど、対外純資産。で、対外純資産なんて大した額じゃないんで。ということで、まずその統計を見てみましょう。日本の国風統計です。青いのが生産資産。オレンジが非生産資産。で、この紺が対外純資産なんですけど、一番少ないのが対外純資産ですね。アメリカちなみにこれマイナスだから、これ下の方に起こってきてるんですけどね。日本はま、プラスです。 で、ここ、いきなり跳ね上がってますけど、これ、あの、統計した、あの、手法が生産資産について変わったので、これ連続してません。残念なことに。ただ、傾向は見れますよね。うん、例えばこれ。この時期。生産資産も増えてるけど、非生産資産が激増してます、ね。うん、これ何でしょう非生産資産って何か土地、資源、漁場です。漁場 魚場がこんなに増えたんですかって <laughs> <laughs> バブルですよ、バブル<ー>。土地価格が、これは不動産バブルで跳ね上がってただけ。だから土地の量が増えてるわけじゃないんです。金額が増えてるだけです。その後、急降下いたしました。急降下いたしました。で、これわかんないでしょうけど、その後も下がってます。ここの、あの、持ち上げは、あの、生産者産の持ち上げであって、あの、非生産者産が持ち直したわけじゃありません。うこの非生産者産これが何かというと、まあ、あの、前回のあの、頭に、 いきなり答え言われちゃってなんかやる気がそがれなんですけども <laughs>。はい、こういうやつですね。はい。例えば、えー、建物。工場とかです。工場。鉄道。えー、送電網とかですね。橋。道路。空港。で、これ電波塔。あるいはトラックのような運搬車両とかトンネルとか港、船。こういう生産活動のために必要な資産のことを生産資産と言って、それが国の富なんです。 一応、統計見ると、こっちか。えー、日本の生産資産は増えていってます。この生産資産を増やすにはどうしたらいいかっていうのは、わかりますよね。あの、例えば、工場を増やすにはどうしたらいいんですかって言ってるのと同じだからね。それは建設すればいいんですよね。うん、つまり、投資すればいいんです。うん、投資すればいいんです。投資をすることによって増えてきまして、一応ね、増えていってますが、リーマンショックの時減ってんですよね。インパクトでかかったんですね、あれね。よっぽどのことですよ、これは。はい。 つまり、破棄される資産の方が、生産される資産よりも多かったってことです。あ、なくなっちゃうなくなっちゃったんでしょ、だから。<ー>このこと大変だったでしょうね。う,こうけさんもね。きっと。<laughs> きっと。<laughs> この辺でしょこら辺でしょ多分。<laughs> こら辺でしょはい。まあ一応その後持ち直してますけれども。ということで、実は国の富でメインなのは、この生産資産なんです。なんでかというと、えー、おう、失礼。あ、これか。この、対外純資産は、経常収支の ま、蓄積だから、日本国として左右するのはなかなか難しい。要は世界が大不況になっちゃって、物を買われ、買われないことになったら、これ増えようがない。日本の都合で何ともならないです。うん、で、こう、非生産資産っていうのは、名目的な金額増えるけど、実質的に増やすの大変ですよ。土地とか, <laughs> 地とか。はい。戦争しかないね。ほぼ <laughs>、うん。はい。あるいは漁場を奪うとかですね。うん、資源を奪うとか、そういうことになって。つまり、我々の手で増やすことができる国富ってこれだけなんですよ。事実上。うん、生産資産。 ということでございまして、この生産資産が本来の日本の富でございまして、額だって結構でかいんだよ。えー、ここは、1700兆円ぐらいですかね。1700兆円,兆円。兆円。<laughs> それだけの資産がある。で、いわゆる発展途上国とかっていうのは、この生産資産の蓄積が甘い。そうなんです、ね。甘い。だから、うまく生産できないから貧しいんです。<ー>ということで、えー 向こうの方で終わり終わりって出されてるんで <laughs> またあの今日はここまでにして次回この話の続きをしたいと思います。